典型的な生物用意応札顕微鏡構内、放部細胞の観察例名詞やと比較して、位相差ではコントラストが明瞭になっているのがわかる。位相差顕微鏡とは、光線の位相差をコントラストに変換して観察できる、光学顕微鏡のことである。標本を無染色、非侵襲的に観察することができるため、特に生物細胞を観察する場合や、臨床検査に多く用いられる。また、 石綿の検出にも使用される。物質に光線が通過するとき、異なる屈折率を持つ物質を透過した光を比較すると位相差が発生している。また、光線を物質が遮るとき光線は解説する。不透明な物質を顕微鏡で観察する場合は、現行や着色によってコントラストが現れるために像を直接観察することが可能である。しかし、 無染色の細胞や微生物を観察する場合には、対象がほぼ透明であるため、コントラストがほぼなく、そのままでは観察が不可能である。このため、観察法としては、染色法が発達したが、染色した細菌や細胞は、損傷を受け、場合によっては死滅する。これは、観察しているものを取り出して培養する場合や、生態を観察する上で、極めて都合が悪い。 そのため無線色で観察できる方法が探求された。フリッツゼルニケは解説合子の研究を応用し、位相のズレをコントラストとして検出する方法を1932年に完成させた。構造は光学顕微鏡に専用の位相差コンデンサーと位相差対物レンズを導入したものである。このユニットは対物レンズ構成にもよるが数十万円程度であり、 研究用の工学機器としては、比較的安価な部類に入る。1943年に、カールツァイス及びボシュロムによって製品化された。日本国内では1949年に、高地歩工学によって、初めて製品化された。位相差顕微鏡の主な構成要素は、主に次の二つである。位相差顕微鏡用のコンデンサ、右側四つのドーナツ型スリットが、 位相差観察用の物位相差観察用コンデンサはドーナツ型のスリットを通して光を透過させる構造になっている。ドーナツ型スリットの大きさが対応する大物レンズの位相リングと強弱な関係にある。観察に用いる大物レンズを交換すると大物レンズの位相リングの大きさが変わるためドーナツ型スリットの大きさを変える必要がある。多くの位相差観察用コンデンサは ターレット状に並べられた複数のスリットを持ち、対物レンズに合わせて変更が可能となっている。位相差顕微鏡用の X10 対物レンズを接眼レンズ側から見たもの。レンズ内に見える黒いリングが、位相リング位相差観察用対物レンズは、通常の顕微鏡用対物レンズに位相リングと呼ばれるリング状の一層膜と現行フィルタを追加したものである。 異相リングを通過する光は、位相が1、4波長分ずれ、また、減光される。位相差顕微鏡がコントラストを得ているのは次のような、原理による。接眼レンズ型の小型望遠鏡を用いて接眼部を覗き込み、位相差コンデンサを通過した光が、位相リングに部分と一致するように調整しておく。本質的な改造原理は、通常の光学顕微鏡と変わらないため、 実用的な倍率は1000から1500倍程度が限度となる。こうしている像のうち、背景が明るく、資料が暗く観察されるものをポジティブコントラスト、背景が暗く、資料が明るく観察されるものをネガティブコントラストと呼ぶ。一般的には、ポジティブコントラストは、細胞中の細胞核などの大型構造物に、ネガティブコントラストは下流。 粒状の構造の観察に向くとされる。背景と資料との境界部分には、ハロと呼ばれるオーラ状の光が発生する。ハロは、資料と背景とのコントラストを上げ、可視性を向上させる。その一方で、ハロの発生は、境界部分の微細構造に対する解像度を下げるという問題点もある。この問題については、イソーリング部の原高度を調整することによって対処が行われる。 具体的には、原高度を調整した対物レンズを数種用意し、適正なコントラストのものに交換する。軽装の位相差像及び微分干渉像位相差を、コントラストに変換して用いる、顕微鏡として、他に微分干渉顕微鏡がある。比較については、微分干渉顕微鏡、位相差顕微鏡との比較を参照のこと。大まかに言うと、異相差顕微鏡はコントラストが、 資料の厚さに対応するのに対し、微分干渉顕微鏡は、資料の屈折率に対応して変化する。位相差顕微鏡の問題点として、原理上の問題から照明光の一部しか観察に利用できないことが挙げられる。このため観察される像は暗い。この問題に対処するため、照明光源には強力なものが必要となる。細胞培養。 細胞操作用には特に位相差倒立顕微鏡が用いられる。これは、下からシャーレなどを覗き込むようにして観察できる構造とした顕微鏡で、シャーレ状の細胞の扱いなどに特化している。位相差電子顕微鏡が現在開発途上にある。位相版として炭素白膜が有望視されている。鶴田忠夫、ゼルニケと位相差顕微鏡。第4。 光の鉛筆。ISBN4 億9158万 5115X、鶴田忠夫。応用工学 IISBN4 から563023310山梨大学医学工学総合研究部、社会システム系環境、微生物学研究室資料風乳液の屈折率の操作による名詞愛操作顕微鏡像の改善原理についての論文その他。 ありがとうございます。